さあ今日からついに14曲目スタートでございます。もうギリギリなんか思いつかなくて、でも無理にこう向き合ってもダメだなと思ったから、なるべくリラックスしてこう過ごすようにやっぱして、そしてああもうそろそろもうリミットだ、もう撮影しなきゃ間に合わないってギリギリまでちょっと自分を追い込んでみたら、自分の中に本当に多分今伝えたいことだったり感じていることで、自分の中から本当にこう無意識で出てくるメロディーみたいなのが少しずつやっぱり湧き上がってきました。今回もどうなるかと本当に思ったけどね。でもふわっと今、全体を少しずつ見えてきました。今日はイントロをお届けしました。普段こう一拍ずつかでこうコードを変えることってあんまりないんだけど、こうっていう感じで、これも僕の大好きなルートが下がるっていうんですけどね、ちょっと難しいかな。そう、待って、半音ずつ下がっていくんですけどね。そう、ちょっと気持ちいいんだよね。こうベースが弾くところね。ギターでも僕は弾くようにしてます。ということで、今回まあテンポが分かりましたね。これでこの曲のこれぐらいのテンポ、まあ、ちょっと軽く散歩するときに聴けるようなメロディーになってるような感じがします。またどんなメロディー、どんな歌詞がついていくのか、これから楽しみにしていてください。僕も楽しみです。まだまだね、この曲どうなっていくか分かりませんけど、ここからまた、10日間ぐらいですか、この曲を、しっかり向き合って作っていきますので、楽しみにしていてください。一緒にワクワクしてドキドキして過ごしていきましょう。応援よろしくお願いします。ライブにぜひね、お友達誘って遊びに来てください。これをアップしている今日、は金曜日ということは、もうライブ近くなってきましたね。ぜひライブ遊びに来てください。土曜日町田であります。久しぶりのライブです。僕も楽しみにしております。ぜひぜひお待ちしておりますので、会場でお会いしましょう。小山純一でした。今日も素敵な一日にしてください。